そうしましたらですね、まあ、皆さんお待ちかね、まあもう我々の日本星との希望の星エースです、飯山あかりに、ご挨拶をいただきましょう。どうぞ飯山さん張り切ってどうぞ。はい、歌は何でしょう。歌は歌わない。そうですか。はい、分かりました。どうぞ。江東区の皆さん、おはようございます。おはようございます。私は日本保守党の飯山あかりと申します。江東区の皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。私たち日本保守党はまだ立ち上がったばかりの新しい政党です。自民党みたいに立派な組織、たくさんの街宣車、たくさんの上り、何一つございません。見ての通りの、なんかもう手作り感満載の小さな政党です。しかしながら私は気づいたんですね。自分でちょっと自虐を込めてですよ、私たちはなんてこのしょぼい装備で街宣をしているんだというふうに私は言っていたんですけれども、実は気づいた。それ何かというとですね、応援してくださる人が一番多いのは多分私たちなんですね。ありがとうございます。私たちですから、皆さんが私たちの財産だということですね。仲間しかいない、しかし仲間はいると、これはね非常にありがたいことです。お金はない、しかし仲間はいる、これがでも本来の政治のねあり方なんじゃないかと思うんですよ。金はある、組織はある、しかし人心は誰もついてこない。これは誰か、岸田さんですよ。今の自民党政権、あの人たち、ありがとうございます。ありがとうございます。むちゃむちゃお金ありますよ。どんだけあるか分かんないと。政党助成金だけで1年に160億ですか。で、それに加えてパーティーをやる、パーティーも派閥のパーティー、個人のパーティー、とんでもない数やってます。で、岸田さんはパーティーを1年に7回やって売上総額が1億6000万、めちゃめちゃ金持ってます。首相だけでめちゃめちゃ持ってます。党にはお金がジャブジャブいってます。選挙になると全国の議員を総動員するらしいです。そして一軒一軒訪ね歩いて票を入れてくださいというふうにお願いするらしいです。たくさんの団体、支持母体、講演会、あの人たちが持っている全てのもの、私たちには一切ありません。でもですよ、こういうしがらみのない、何にもない私たちの方がむしろ本当の政治っていうのができるんじゃないかと。本当の政治って何かと。ありがとうございます。それは国のため、国民のため、国益のためにやる政治、それが本当の政治なんじゃないかと思うんですね。だって今の政治見てくださいよ。誰のためにやってんですかと。あんたたち中国のための政治やってんですかと。なんでね、中国を儲けさせて日本国を疲弊させるような、日本のね国内産業をめちゃくちゃに破壊するような、そういう政策をね日本政府は取るんですかと。日本といえばね、私は中東研究者なんで中東に長く住んでるわけですよ。日本といえば中東ではね、ジャパンとは言わないですよね。アラビア語では日本の言葉でヤバーって言うんですけど、ヤバーって言うと、もうトヨタって言うわけですよ。トヨタ、ジャッキー・チェーとか言って、いや、ジャッキー・チェーはジャパンじゃないからっていうふうに言うんですけど、トヨタ、ヒタチェーというわけですよ。でもその、もう世界に冠たる、我が国を代表する、そのトヨタ社、これをいじめるような、トヨタ社をね、排斥するようなガソリン車をね廃止しようとかね、そういうことをやってるのが日本政府なんですよ。日本政府はガソリン車をねいじめ抜いて、そして外国製の、外国って言ってもほぼほぼ中国ですよ、中国製の電気自動車をね買った人、これにね補助金を出しましょうというね、わけのわからない政策を取っていると。で、何ですか、5年先10年先にはガソリン車廃止しますとか言い出したりしてるわけですよ。何考えてんですかっていう話なんですね。皆さん知ってますか、電気自動車は世界のオワコンです。みんなアメリカでは、ヨーロッパでは電気自動車やっぱりダメだということになってきているんです。もう政策が変わりつつあるんです。
産業界も、これ電気自動車とか作っててもこれダメだということで、もうアップルは電気自動車を作ろうとしたんですよ。確かやめたんです。なんでやめたか、オワコンだからですよ。だからね、今こんなね、オワコン産業にね、金を投じてね、何の意味があるって。しかも日本の企業の利益になるならまだしもね、これ中国の利益にしかならないんですよ。そんなことをやってるのが日本政府です。ですから私たち日本保守党は何もないです。政治基盤もないです。お金もないです。組織もないです。でも純粋に日本のため、日本の企業のため、日本国民の利益のためになるような政治に戻していきましょうというのが、それは私たち日本保守党です。ですから江東区の皆さん、日本を豊かに強くしたいと、今のこのめちゃくちゃな、ね、政治を変えたいと、そういうふうに思われる方は、その一人一人が私たちを応援してくれれば、それはね、日本が変わる原動力になるんです。っていうか、それ以外に日本を変える道はもうないんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ですから私はっきり言って政治のど素人です。っていうか、もう研究者です。研究者ですし、普通の家の家庭の主婦です。子育てもしております。でもね、こういう私が、じゃあもうしょうがない、私がやるしかないでしょうっていうふうに立ち上がんなきゃならないぐらい、今の政治はやばいんですよ。ですからね、皆さんの中でも、じゃあ私も参加しようと思われる方、もうもっと参加してください。私たち今必要なのは仲間です。お金がないんで、仲間を集めるしかないんですよ。ですが、これが本来のね、政治のあり方だと思います。皆さん、私たちのこの考え方、目標、日本を豊かに強くするという目標、これに賛同していただける方、ぜひ私たち日本保守党を応援してください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、こんにちは。イオンの前、ご通行中の江東区民の皆様、そしてこうしてお集まりをいただいた応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。この度、日本保守党の江東区を中心とした活動地域であります東京第15区の支部長であります飯山あかり支部長とともに活動をさせていただいております。2つ隣の自治体の荒川区から来ました小坂英二と申します。区議会議員を6期務めてまいりました。今日は江東区民の皆様に、この飯山あかり支部長を国政の場でしっかりと活動していただきたい、そういう思いを皆様に訴え、そして広げていただければという思いでこちらに参りました。日本保守党というのは昨年の9月に立ち上げたばかりの、まだ半年にも満たない新しい政治勢力であります。こちらの百田直樹代表、ベストセラー作家の百田直樹代表と、さまざまな問題提起をしてきた独立系のジャーナリストの有本香織、そして今回江東区からは飯山あかり支部長が立ち上がって活動している、そんな新しい政治団体でありますが、今の自民党を中心とした政治を変えなければいけない、もう総督会するぐらいの気持ちで取り組んでいかなければ日本の危機は救えない、そういう思いで集まった政治団体であります。そしてこの場に集まっておられる皆様も同じ思いだというふうに感じております。百田代表からも飯山支部長からもお話がありました。この東京都におきまして、環境問題という切り口で太陽光発電が新しく建てる家に一定の基準を満たすと全て義務付けられる、そんなことが行われています。自民党も公明党もこうしたことをどんどん推進する立場であります。しかし我々はこのようなおかしな政策、環境問題にいい影響を与える、そういうスローガンですが、実際は太陽光発電使えなくなったら捨てる場所がない、そして大震災が起きた時に極めて危険な存在になる、さらには大多数9割がチャイナで製造されていて、かつウイグル人のそうしたものを経て生まれている、
何か先ほどお話のあった、まあ、チャイナの利権のために義務化をしているんじゃないか、そういうような政治が都政にも行われる、そして国政においても同じように太陽光発電を大幅に後押しする政策が進められています。これに異議申し立てする政治勢力ほとんどいません。自民党も公明党も立憲民主もそして共産党も太陽光発電素晴らしい広いよ、そういうところばっかりやります。 CO2 削減のために日本の主要産業の自動車産業を潰そうとしている、そうしたこともあります。もう上げればキリがないほどに日本を弱くそして貧しくするような政策が行われている。これを国政の場で変えるべく立ち上がったのがこちらに今スピーカーを持って、立っています。大変華奢な体でなんか申し訳ないなという感じでございますが、飯山あかり支部長であります。決戦まで大変短い時間しかありません。江東という54万人の人口がいるところで、広く飯山あかり支部長の主張そして存在を広げていただくのはお一人お一人の力、それに頼るしかありません。どうか X、YouTube などで様々な問題提起を長期間続けてこられたこの飯山あかり支部長のこの問題提起を江東区民の皆様には一つでも多くご覧をいただき、そして共感いただけたら広げていただきたいと思います。そしてお集まりの支援をしてくださる皆様には、江東区にお知り合いがいれば、飯山あかり支部長こんなに素晴らしい活動をしてきた、多文化共生というのはいかに日本国を危うい状況にするか、それを専門的な見地から問題提起を長く続けてこられた、そういうことを江東区のお知り合いの方にぜひ広げていただきたいということを私から強くお願いをして応援の言葉とさせていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。もうあんまり私ね、あの踏ん張る力ないんです。はい、今年がんの手術をやりまして、はい、ですから私の寿命が、いつまで続くかこれ分かりませんけども、まあとにかくでも、生きてる間にですね、飯山あかりを男にしたいと違いますか、はい、LGBT の問題でね、簡単なこと言うとちょっと怒られます、はい、飯山あかりさんはもう、まあ素敵な女性ですけどもね、はい、まあこれは一つの例えです。これを男にしたいと。でね、この我々はですね、日本を豊かに強くと、これを合言葉に立ち上がりました。でもね、これ飯山あかりもよく言ってますけど、今の日本の政策をこの何十年もですね、世の政府は日本を貧しく弱くしてるんですよ。本当にね、信じられないです。これほど日本を貧しく弱くできるのかと、ね、普通のことやってれば日本はものすごい素晴らしい国なんですよ。普通のことしてたらいいんです。ですからね、でも今例えば自動車産業を行くべきとかですね、例えばもう高い、本当に電気代を高くするような政策をして、電気が高くなると我々の家庭の電気代が上がる、まあ、それも大きな問題ですけど、もっと実は大きな問題がある。つまり日本の産業は電気を使うんです。メーカーは物を作るときには電気を非常に、重要に使います。で、この電気代が上がったら、例えばね、今日本の電気代、工業の電気代って、世界各国の大体2倍ぐらいなんですよ。ものすごい高い。だからね、これもう はっきり言うて、もう太刀打ちできないんです。もうそれでも日本のメーカー必死で頑張ってるんですね。だから政府としては日本のメーカー、産業、経済がどう発展するかということを考えれば、日本は自然に良くなるんです。で、しかし日本政府は全くそれをやってなかった。この結果がですね、この30年間ですよ。皆さん、30年間、サラリーマンの平均給与が1円も上がってないんですよ。こんなこと考えられますか？信じられないです、これ。本当に。30年、私は今6月ですけど、私は30年前、38ですね。だから、その時代から給与は上がってないんですよ。考えられないです、これ。私の息子もね、今もう30ちょっと過ぎなんですが、まあ今これちょっと、まあ今は、まあ、自営で商売してるんですけども、それ前ではね、まあ名前言うとかいいか、
何も給料もらったか知らなかったんですが、ある時給料をもらって給料ベースを見たら、えお前こんな安い金で働いてるのかいうぐらい手取りが20万歩かないからだったんですけど、もう何年も働いてるのにね。ほんで、そいつはだから、そいつはね、僕の息子はですね、もうあかんと、こんな子おっても、もう俺の将来性はないわということで、もう自分で独自で商売するって商売したら始めたんですが、彼はね、言ってました、僕はまだ20代からいけ、あ、彼やめた20代でやめたんですが、20代からいける。しかし、これが僕らの先輩見てたら、40ぐらいの先輩見てたら、どうやって生活してるのか。でもね、それもう本当分かりますが、30年間給料上がってなかったからね。しかも、税金とか社会保障はどんどん、社会保険料はどんどん上がってる。ある人の計算によると、社会保険料はこの30年で 1.5 倍になったっていうんですね。もう、これで、例えば、ちなみに30年ではどのぐらいの、どのぐらいの年齢かと言いますとね、戦争が終わったのが昭和20年です。1945年。で、私はちょうど10年目に生まれた頃です。でもこの10年で、もう戦争終わってからこの10年で、ものすごい日本は一気に経済復興したんです。で、さらにその次の10年、昭和40年、この10年で、ものすごい経済成長したんです。ですから、戦争終わって20年でね、ちなみに戦争が終わった時は、日本は世界最貧困です。本当に、これは貧困じゃなくて、地球上のあらゆる国ではなくて、日本が最も貧しい国の一つだったんです。当時日本はですね、もう東京も全部焼けるわな、もう東京も大阪も名古屋も、福岡も、もう日本の誇る大都市ですね、もうすべて燃やし尽くされて、もう何もかもなくなったんです。もう家さえない人は100万人以上いたんです。でもね、政府はその時、仮設住宅の所長を作れなかったんです。政府も何も金がないんです。で、日本のインフラとかビルとか工場とかもことごとく破壊されて、そして当時の日本の人口は約8000万弱ですけど、そのうちの300万人が戦争で死んだんですよ。すごいですよ。特にその300万人のうち200万人は非常に若者です。若い男たちが戦争で亡くなったんです。でね、じゃあこの話を私はずっと若い人にするんですよ。すごいな。日本はゼロからスタートしたよな。ゼロからスタートでね、戦争に負けた途端に日本は莫大な戦争賠償金を背負わされたんですよ。もうだから大きなマイナスからスタート。そうです。で、日本は、その時、アメリカ軍は、日本にまたどんな余力が残ってるか、またどんな資源が残ってるか調べ尽くしました。で、昭和20年の12月に、これは法令報告書という報告書が出たんですが、この報告書の中に、この日本という国は、50年経っても、昭和5年当時の生活水準に戻れるかどうかと書いてたんですよ。50年経って昭和5年当時になれるかどうかと、こういうふうに言われた時代です。でも日本は50年経ちましたから、50年かかりましたから、かかってない。戦争で負けて19年目、昭和39年に日本は東京オリンピックを開いて、ホスト、そして世界中の国からお客を招いたと。で、さらに同じ都市のまた同じ日なんですが、この時にアメリカもソ連もフランスもイギリスも第二次世界大戦の戦勝国がどこもできなかった時速200キロ以上で走る高速鉄道を東京から大阪まで通した東海道新幹線と、これは当時夢の技術あるいは不可能な技術と言われてたんです。これは日本は戦争でなくてたった19年でやったんです。そしてその3年後の昭和42年に日本は西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になったんです。戦争に負けてたった22年です。たった22年で日本は世界最貧国からそこまであったんです。これが日本人の底力なんです。もう一度日本を立て直そうと思って、多くの人が、あるいは戦争から戻ってきた若者たちが必死になって働いて成し遂げたんです。ところが、その国がですよ、この30年、もう全く経済成長を遂げてない。G7 の中で日本だけですよ、経済成長が全く上がってないのは。もう他の国はもうみんな、その30年の間で大体2倍ぐらい、もう経済発展を遂げてます。で、これは、もうひとえに、政治の無策です。もう普通のことやってれば、日本は、絶対に経済発展するんです。なんでか、日本人は、世界で一番勤勉な民族です。最も働くのが好きな民族なんですよ。こんな真面目な民族いないです。だから普通の政策さえ取ってれば、日本はこんなことなってないんですよ。
本当にね、あの一個一個上げていったらもうキリがないぐらいもうひどい政策いっぱいしてます。あの今日本はね、あの経済状況が悪いにもかかわらず東京のマンションとか土地はめちゃめちゃ上がってるんですよ。これバブルの時に上がったとして、バブルの時はね、日本経済がすごい上がったんで、それで土地も株もみんな上がったんですが、今日本はね、全然経済がどんどん上がってないにもかかわらず土地とかマンションが上がってる。昨年の東京都内の23区内のマンションの新築マンションの平均価格は約1億3000万円です。平均ですよ。平均、新築のマンションの平均が1億3000万円。なんでこんなことになったんだ。これはね、中国人がめちゃくちゃ買ってるからですよ。高い金で。だから日本の不動産をものすごい値段で買いまくってるんですよ。つまり、中国はもう日本に比べたらものすごいお金持ってます。ですから、相対的に見て、日本はすごい貧しい、だから、すごいお買い得にいるわけですね。で、もう考えられない。こんなことやってたら、いずれ、その日本は、いわゆる経済的に完全に侵略されます。ちなみに、中国人は、東京で、まあ、日本の都道府県で東京は一番多いんですが、その中で、皆さんご存知ですか、一番多い空はどこか、中国人が、在日中国人が一番多い区はこの江東区なんです。江東区が一番多いんですよ。2番目の足立区ですけど、はい、新宿とか板橋区はもうちょっと下です、はい、もうね、こんな状態続けたら本当の日本がいずれ日本でなくなります。ですからそのために、我々は立ち上がって、そしてこの江東区からスタートさせました。そしてそれに立ち上がっていただいたのが私の隣におる飯山あかりです。はい、ほんでね、さっき言いました飯山あかりも言いましたようにね、我々は、ね、金もないです。例えば自民党、昨日自民党は党大会やりました。自民党の党大会、ニュース見たらまるでお通夜のようだったということですけど、はい、ほんでこの自民党の党大会で、去年1年間の収支報告書がありました。その収支報告書って私びっくりしましたね。自民党の去年の収入何倍と思いますか。今さってる400億ぐらい。正解、430億ですよ。1年間の収入がものすごいからです。まあそのうちの160億が、いわゆる政党助成金というね、まあ国から払われてるお金です。でも国から払わせるお金というのは実は私たちのお金です。私たちの税金です。私たちの税金が自民党に毎年、去年で言いますと159億円払われているわけです。でそれをさらに、党員のお金もある、それから寄付のお金もある、あるいはパーティーのお金もある、献金もある、これら全部言うと430億です。すごいですよこれ。はい、びっくりします。はい、我々はもう本当にね、貧しいの分かります。はい、あの上りも一本しかありません。はい、日本米を買うか、これを1時間議論せなあかんぐらいです。はい、でもね、有本さんが最近スピーカーを1台買ったってね、えらい買い物したなと私びっくりしてるんですけど、はい、もうね、今自民党ひどいですよ。あの今日のニュース見てたらね、あの世耕弘さんね、これは成人式出て、何も知らん、忘れた、知らん、記憶にない言うてね、ほな、前、その裏金、納税するんかって、納税はしない、これだけはっきり言うてね、なんで納税しないんやったら、政治、あの、いわゆる裏金は全部政治責任使った、全部使ったから、お前さっきまでね、裏金のことしない人だよ、ね、報告、俺、報告受けてない、何もしない人だくせに、全部政治責任使ったって、まだそんなはっきり言えんねんってね。ほな、この世耕さん最近ね、俺はもうこんなぐちゃぐちゃ言われたら、もう自民党割っててるって言われてますよ。はい。で、自民党割っててたら、ね、いつも言われてます。じゃあ、日本保守を受け入れたらどうやってね。で、私はね、言いましたよ。昨日有本さんが喋っとって、なんか世耕さん自民党割っててるって言われてますが、ああ、もうあんたどうしようもないなって、有本で。でも僕は、まあ、世耕さん大金持ちなんですよ。近畿大学持ってますからね、大金持ちなんですよ。もうめちゃくちゃ金持ち。で、いや、世耕さん、20億ぐらい持ってきたら入れたってもいいなとか言うたら、ほな有本さんが、アホかと、入れへんと、え、なんでや、20億円で、100億持ってこない、入れへんって言ってね、はい、むちゃくちゃ言うんですよ、私は20億円で入れようと思ってね、はい、
こんなありごたんね。いやいや、もう自民党のあんな腐ったら取るためにいたところで、もう何年もおったやなと、こんなもん入れと思ったら20億じゃ入れられ。いやいやいや、僕がもし、世耕さんがもし、自分日本保守で入ってみたら、僕は雑巾掛けから減らすと、僕は鍛えまくると、もう僕らの外線には、ああいう上りを持たしてね、はい。でたまには僕らのブルーさんだぞ、お前これセコン、お前これ今日上がっとけとかでね、はい、まあ、そんな風にしてちょっと鍛えまくろうかなと、はい、しかしそれも、100パターン20億持ってきましたかというただの話です。はいはい、お金も経営がでいけません。はい、まあ、言うてるでしょ。私はどんどん無茶苦茶してきましたね。はい、エンジンかかってきました。これからちょっと素直にいっぱいいます。でもあんまり悪いって言うたらね、ありがとう怒れますね。あんま言うなと、口が悪すぎるってね。ですからちょっとこれで、やめてですね、ちょっと真面目な話です。締めくくっていただきましょう。実は私の隣におられますね、皆さんもご存知の、梅原和子さん、この日本保守党のまさに縁の下の力を持っています。この方はですね、もう皆さんご存知だと思いますが、元宮城県の仙台市長です。はい。東京大学法学部を卒業して、ピアノも弾けるというね、はい。この辺はたまたまね、自慢してました。ピアノぐらいないねんと思ってね、はい。それで、まあ、通産省、まあ、今の経産省ですね、そこに入って、そして、まあ、故郷、宮城県仙台市出身ですからね、やっぱりこう仙台に恩返ししたいということで、まあ、経産省を辞めて、仙台市の市長になりました。ところが、仙台市の市長をやってる時にですね、実は、またこれ中国でできます。中華街構想といいますね、仙台市のちょうど玄関ですね、中華街の大きなビルを建てて、これをもう中国の拠点にしようと、まあ、そういう運動があったんです。それをですね、もう自らもう盾になってそれをもう封じて止めたのが梅原さんです。ですからもし梅原さんがいなければ昨日の仙台は選ぶことだったんです。でしかしながら、仙台にもですね、親中の議員とか、あるいは親中の団体とか、あるいは利権とか、まあ、こういうのがいろいろあります。まあ、そういうのでですね、まあ、結局梅原さんはですね、まあ、そういうその勢力と戦ってね、でも結構いろいろ食いつかれた、まあ、そういう方です。はい、それではちょっと梅原さんに、一言いただきましょう。どうぞ。100パターンありがとうございます。花粉のお言葉を頂戴しました、けれども私は現在、飯山明里専属のボディーガード兼アッシーを務めております。ただしアッシーと申し上げても、自家用車ではございません。電車で通勤しております。今日も地下鉄の西大島駅前で、飯山さんと私と待ち合わせて、このような街頭宣伝活動を展開しております。今百田代表から本当にご紹介いただいたんですけれども、実は仙台でも、まあ、もう20年近く前の話ですが、中国の投資ファンドが、旧国鉄ですね、現在の JR 東日本が管理する、まあ、旧貨物ヤードでしょうか、まあ、東京でいうと汐留の操車場のもっと小さな規模だったんです。その再開発のプロジェクトに中国の投資ファンドが入り込んできてです、ね、まあ、それを呼び込んだ関係者がいたわけですね。まあ、それが残念なことに、仙台市の行政であり、仙台市の市議会の多くの地方議員がそういったその中国チャイナタウンができれば街の賑わいがもたらされる、まあ、そういう、まあ、キャッチフレーズで、仙台空中中華街構想、まあ、長町っていうところなんですけど、まあ、そういうプロジェクトがほぼ決まってたんですけども、私が、まあ、市長に就任してとんでもないということで、まあ、なんとかなんとか1年がかりで、まあ、撤退に、追い込んだわけです。はい、江東区には外国の方がたくさん暮らしておられて、また飯山さんからもお話あるかもしれませんけれども、先ほど西大島の駅前で、こうやって活動しておりましたら、インドのご出身の方がたくさんいらっしゃって、で私も飯山さんも私も大変驚いたんですけれども、飯山支部長がこうやってこう手を振ったり挨拶をしていると、インドの方々が微笑んだり、いや、こんにちはと言ってくれたり、本当にまさに江東区というコミュニティ地域に
溶け込んだ存在として外国の出身の方がいらっしゃるんですね。あの井山さんよく言うように、あの何も私たちのグループは外国人を排除するとかそんなことは一切申し上げてない。あくまで日本のシステム、日本の制度として外国の方を適正な人数、適正な規模、適正な方法で受け入れるにはどうしたらいいか、それをきちっと整備しないで残らずに単に労働力が足りないとかそういうことだけでどん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 入れちゃってる。これが現在の自民党政府の現状だと思います。これはなんとか日本保守党として変えていきたい。まだまだ私ども立ち上がったばかりの小さな政党というか政治グループですけれども、北方代表、そして名古屋からは河村隆市長、ジャーナリストの有本香織さん、こういったメンバーが中心になって新しく政党を立ち上げました。私の話はこれぐらいいたしまして、最後に飯山あかり高等支部長からこの場を締めていただきまして、皆様に限られた時間ではございますけれども、できるだけお一人お一人飯山支部長がご挨拶をさせていただきたいと思います。それじゃあ飯山さん、お願いします。ありがとうございます。高等支部の皆さん、こんにちは。後ろの私の後ろを通り過ぎていくエンジェルです。こんにちは。誰も気づいてくれない。園児は結構秩序があるので、変な人に手を振ってはいけないというふうに教育されているんでしょうか、わかりません。ですね、江東区というとは、私は今思ったんですけど、これはね、日本の最前線の区だと思います。先ほど、百田代表から戦争の時代の話がありました。江東区というのは東京大空襲で最もひどい、最も苛烈な被害を受けた地域の一つです。江東区の、いわゆる深川エリアというところは昔から人がたくさん住んでいるところでした。アメリカ軍はその人が一番住んでいるところをめがけて、まあ、焼夷弾を投下しました。しかしながら焼け野原になった江東区、とんでもない被害に遭った江東区、今見てください。もう日本中の人が憧れるような美しい素晴らしい住宅地に、住宅に生まれ変わりました。こうやって江東区というのはものすごい再生力を持っている、そういう地域だということを私たち知っています。しかもですよ、江東区は外国人との多文化共生の最前線でもあります。私先ほど上村さんも言いましたけれども、先ほど大島というところに行ってまいりました。大島というところは、これインド人と日本人の共生が非常にうまくいっている、そういう地域です。私それを本で読んで知っていました。しかし今日行ってみて、インドの人がたくさん通るんですね、私の目の前を。そうするとですよ、私いろんな人がこれ目をじっと見て、で目が合うとおはようございますというふうに言うことにしているんですね。インドの方は私から目をそらさないですね。私が見ると必ずニコッと笑って手を振ってくださったり、おはようございますと言ってくださるんですよ。逆に日本人の方が、私がこうじーっと見ると、なんでこいつ怪しいやつみたいな、あーというふうに目をそらす方というのは結構、まあまあ普通ですよね。あるいは私がこういった話をしている時に、インド人の女の子が自転車に乗ってきたんですよ。そしたら私に向かって止まって通っていいかって聞いてくるんですよ。バーって通らないと、通っていいでしょうかって聞いてくると、インドの女の子ですよ。私これを見て、あ、ここに住んでいるインドの人たちっていうのは日本の文化、日本の言葉、日本の習慣、そういったものに完全に馴染んでくれてるんだというふうに思ったんですね。これじゃないですか、私たちの目指している多文化共生って。今の岸田政権が進めてるのこれじゃないです。そうじゃないです。私たち日本人が外国人を受け入れればいいんだ、外国の文化を私たちがただただ受け入れればそれでいいんだって言ってるんですよ。そんなわけないじゃないですか。外国の文化っていくつあると思ってるんですか、いくつ言葉あると思ってるんだって話ですよ。岸田政権は、あるいはもう地方の行政によってはですよ、もうこれ日本語やめようと。だって外国人にとって、なんかね、漢字とか日本語、なんかひらがなとかカタカナとかいろいろ日本語難しいから、これ外国人の人に勉強するっていうのは無理ゲーだから、これ全部日本語やめて英語にしちゃいって言ってるわけですよ。群馬県大泉町、これはもう町の公用語を英語にしちゃいって言ってるんですよ。
あるいはね、大阪にある、大阪、なんですか、府立大学かなんかは、これもう、白バイが通る、白バイかっこいいですね。まあ、だからね、あのもう、日本語の教育はやめて、大学の教育全部英語でやろうって言ってるんですよ。これどういうことですかと。多文化共生、多文化共生ってなんか良さそうだね。なんとなくいい感じっていう雰囲気を漂わせた言葉で。日本人をごまかして、たぶらかして、日本人、日本を日本じゃなくさせようとしてるんですよ。日本なのに日本語が通用しない、そういう国にしようとしてるんですよ。これが岸田政権ですよ。私、そんな間違ってると思ってる。ここね、江東区の西大島で成り立っているような、そういうね、外国人が日本の言葉、日本の文化、日本の習慣をちゃんと学んで、それに馴染んで、暮らして、それで仲良くやっていくと、そういう形の共生、それが私たちの望んでる共生なんじゃないですかと。ありがとうございます。私はそういうふうに思います。ですから皆さん、多文化共生という言葉に惑わされないでください。どっちがいいですかと。外国人に来ていただきましょう。しかしながら、その外国人、必ず私たちの言葉を勉強して、日本語を勉強して、日本語の文化、習慣、これ、尊重してくださいと。ルールを 守ってくださいと。そういう強制か。あるいはそんなのどうでもいいです。外国人の人どんどん来てください。私たち日本人があなたたちに全部合わせますと。そういう岸田政権の進めている多文化強制、どっちがいいですかと話なんですよ。前者の方がいいと思いの方、私たち日本保守党を応援してください。どうぞよろしくお願いします。はい、皆様ご清聴ありがとうございました。